片倉宗景明治4年は、江戸時代後期の伊達家重信。白石片倉屋第11代当主。父は、片倉慶定。子は、片倉国則。幼名は三之助。通称は小十郎。仙台藩11代藩主、伊達成国のいとこでもある。寛政10年、白石片倉屋第10代当主、片倉慶定の子として生まれる。文政元年、東慶帝が病で隠居したため、家督相続して白石城主となる。文政2年、白石城が火災で全焼する。文政3年、幕府の許可を取り白石城の再建を開始し、文政12年に完成した。天保13年、奉行となる。二宮尊徳の弟子、倉田幸之進を登用して、天保の大飢饉で疲弊した領内の復興を図る。安政6年、先祖。片倉景綱以来200年以上を落とさず、白石城を保つ功績を称され、一家定石に進む。文久3年、藩主、伊達義国に従い上京し、孝明天皇が岩清水、八幡宮に上位祈願の行幸を行った際に、先人具部を務める。元治元年、隠居して、家督を嫡男の国則に譲る。明治4年死去。墓所は、宮城県白石市の片倉家廟所。ありがとうございます。